なんで書こうかな、テロップ。30分余った。打ったのに。ああ、お話し会30分余った。めっちゃ久しぶりじゃないですか、ショールーム。YouTube 生配信とかはね、この間したり、コミの番組出たりはしてたけど。いや、そうなんです。もうミスったもう何年オンラインお話し会やってるんだって話なんですけど、なんか勘違いしちゃって11時半入りって書いてあるのを11時半からお話し会だと思ってしまって、さらに30分早く入っちゃいました。いい子、えらい。で、めっちゃバッチリメイクももう家で済ましてきて、今ここついてからマッハで髪の毛やって、ぴったり11時半に準備が完了して、よし始めるぞって思って、スマホじゃないか、 iPad、 オンライン話し会用のやつ開いたら12時からって書いてあって、泣いた。確かに遅れなくてよかったです、逆じゃなくて。ちょっとなので、お弁当をゆっくり食べながら配信します。そう、家でメイクして髪の毛はあれ、ここでやることが多いかな。でも逆もあります。髪の毛をここでやるってなると、そのアイロンとかを全部持ってこなきゃいけないので、それはめんどくさいって時は逆に家で髪の毛やってここでメイクもあるんですけど、でももう暑いから汗かいて絶対髪の毛崩れるから、夏は結構、はい、もう髪はボサボサで出てきますね。見て、あ、今日はツタヤよ、豪華。しかも梅たらこ味っていう結構珍しい、普段ラインナップにないやつが今日はありました。いただきます。梅たらこ味って聞いたことなくない？海苔かそぼろのイメージ。いただきます。今日は梅たらこかそぼろの2択でした。んで、めっちゃ3分ぐらい迷った結果たらこにしました。いただきます。そっか、今日だって、でも予定だったらもっと早くここに着く予定だったんです。あと15分ぐらい早く来ようって思ってたのに、なんだかんだ準備遅くなっちゃって、結構ギリギリに家を出た感覚だったけど全然余裕だった。30分寝れたかで、まあ思ったけど、こうやってショールームできたのでよかった。なので皆さん教えてください、12時になりそうだったら。55分ぐらいに教えてほしい。今日来る人、お話し会。たらこ見せる。かわいいサイズのたらこです。結構硬い。しっかり。
ってます。オンラインと握手会2週連続珍しい。ネイルできたよ。めっちゃ可愛くない？光に当てるともっとね、オーロラっぽくて可愛いんですけど、あんま伝わんない。今回は結構透明な感じにしたんですけど、なんでかっていうと、全部自分でネイルをこの間オフしたので、新しくスカルプをした部分が全部透明になったんですね。っていうのは結構珍しいので、あえてそれを活かすデザインにしました。今週はすごいですよ。オンライン、アットジャム、福井、長野、新潟、一日空いてまた握手会、ほぼ毎日ファンの人と会える。すごい、こんなに会えなかったのに。最近ここにギュッてまとまってますね、イベントが。 春だけど楽しみ。福井行ったことないし、移動ね、バス移動なのかな。移動しながら YouTube の編集をしたいんですけど、バスだとちょっと酔っちゃいそう。新幹線ある？あ、そうなの？長野から福井。違う、逆か。福井から長野、長野から新潟。新幹線だといいな。輝きちゃん。ヒューカのおかげでもうカニと恐竜しか知らない。カニ、恐竜、輝き。メガネのフレームって福井県でしたっけ？だよね、メガネ。それだけめっちゃ知ってる。日本一みたいな、生産量。カニ、恐竜、輝き、メガネ、はい、っていうか。だいぶ長くなりました。長野は？何が美味しい？ ソースカツ丼、タレカツ丼とは違う？そばか、確かに。食べたいな。でもそれぞれどこに泊まるかが分かんないから。全部の場所で宿泊がちゃんとできればいいんですけど。りんごね、確かに。
で、その3県終わった後は埼玉なので 楽しみ。バリ地元で草。埼玉市っていうのがやっぱ嬉しいですね。ラジオ NHK 埼玉出演させてもらうので、埼玉の方は普通に聞けるし、そうじゃない方も聞き逃し配信がアプリで聞けるみたいなので、まあ、詳しくは私の写真集ツイッターをチェックしてください。19日放送、19日の午前11時らへん。埼玉、でも埼玉県から来ましたっていうのは確かに。埼玉県に帰ってきました。別にいつでも帰れる距離っていう。鈴音ちゃん、ありがとう。あれはどう見てもやっさんです、あの中身は。だし、本当にマジで逆上がりしたんですよ、この間。本当にしたし、本当にできたんだから。でも全部やっさんのスマホに証拠が入ってるから私は出せない。しかも、てか半年、1年前ぐらいか、写真集の告知であの公演ね、1年前に行った時も逆上がりをやってできたっていう記憶が私はあったんですけど、あまりにもやすさんが なんか「いや、おんちゃん逆上がりなんてできなかったじゃん」みたいな、「そんな動画なんてないよ」みたいなのを結構なんか半分本気で言ってくるから、私も自分の記憶が改ざんされちゃったのかなって思って、もしかしたら逆上がりしてないかもしれないみたいな気持ちに惑わされてたんですけど でもこの間の2回目の逆上がり、この間ついこの間した時に、普通にやすさんがスマホ、自分のカメラロール見ながら「あ、1年前にもやってるね」あ、あったわ動画とか言って、あるんですよ。だからおかしい。ちゃんと認めてましたし、私が結構ピンヒールみたいなサンダルを履いていっちゃったんですけど、でもそもそも公園行くって別に言われてないし ただラジオ行くために普通におしゃれするじゃないですか。そしたら「おんちゃん公園行くに決まってるじゃん」とか言われて、「いやいや、俺その後しかも予定あったのに」から、結構時間もね、埼玉から帰んなきゃみたいな気持ちだったのに、いや公園行くよとか言って連れてかれて、まあ、時間は全然大丈夫だったんですけど、でもその靴汚したくないから、なるべく土じゃないところを踏もうって歩いてたら、あの写真なんですけど、もう結局もう早く逆上がりしてよみたいな、私はヒール汚したくない、ってかヒールでそもそも逆上がりしたら危ないとか言って、かスカートだったしとかっていう喧嘩を10分ぐらいして 日焼け止めも塗ってない真夏の公園で10分ぐらい喧嘩して、で最終的になんかじゃんけんしてなんかやんなきゃいけなくなったんですよ。私が勝ったのに、「はい勝ったからやって」って言われて なんかよくわかんないけど、じゃあもうやったらいいんですねっつってやって、回ったんですよ逆上がり、できたの、なんだかんだ一発で。
そしたら、それずっとよくさん動画撮ってたんだけど、私が逆上がりできた瞬間、うわーみたいな。ポンちゃんできたら面白くないじゃんとか言って、あ、削除しようとか で証拠隠蔽させられそうになった。その会話の動画はありますよ、ちなみに ちゃんと私も証拠を押さえなきゃって思って、やすさんが逆上がりしたことを認める音声はありますけど、まあさすがにそれをアップするのはちょっとプライバシーがね、ありますから。最終手段で私は持ってますから。なので皆さん、マジで私の逆上がり動画は存在するので、やすさんにどうにかアップさせてください。今50分ぐらいってさっき書いてあった気がする。てかこれで時計見れるわ。51分。ちょっともうちょっと食べたいんだよね。これめっちゃ好きなの。これ何なんだろう。こんにゃく。白玉みたいな玉こんにゃくさん。めっちゃ美味しい。大好き。だから最後に取っといてます、いつも。こんにゃく、最近の私はこんにゃくとオクラときのことかが大好きで、あとしいたけ、あ、きのこだった。本当になんか味覚変わったなって思います。渋いよね、だいぶ。てかなんか和食好きになった。きのこすごい好き。しいたけ、エリンギ、えのき。でもカップ麺とかも大好きだし、昨日はチャーハンと餃子食べたし、何でも好きです。ごちそうさまでした。何分？あ、54分。狙い通り。じゃあショールームを見た人は見たって教えてくださいね。この後お話し会で。合言葉は玉こんにゃくです。玉こんにゃくって入ってきて、見た人。
こんな感じでちょっとお直ししてオンラインお話し会今日一日頑張りたいと思います。スクショしといて。また後でメール可愛いから撮っといてもらおう。たこ焼きじゃなくて玉こんにゃくポーズ。ではありがとうございました。あとなんだっけ、あれ読みます。ランキング13位横浜峰さん、12位さえちゃん、11位山崎雅弘さん、10位かほちゃん、9位まみちゃん、8位田三郎さん、7位、ゆうすけくん、6位もっちーさん、5位ゆうやくん、4位つよぴー、3位 V さん、2位渡辺さん、1位すずねちゃんで、29位はあー変わった瞬間だけど、さっきはまゆちゃん、そして今変わってこうたさん、2人ともおめでとう。ってことでありがとうございました。またにー。